奥川魔王は今夏2021年にはクライマックスシリーズ初登板初完封勝利し、クライマックスシリーズ MVP の史上最年少記録を持つ奥川泰信。そんな日本球界でもトップクラスの奥川が2024年早くもつまずいている。もともと2022年のシーズンキャンプ中に右足のコンディションの不良があり、3月29日には右肘を痛めて登録抹消になった。トミー・ジョン手術によって治すのではないかという可能性が報じられることもあったが、最終的に人体に傷をつけない保存的療法を選択。2023年には2軍リーグで実戦復帰するが、1軍では登板していなかった。2024年には1軍キャンプに入り、1軍として登板すると思われた矢先、検査のために奥川がキャンプから離れるということが明らかになった。奥川は精密検査を受けてから今後のことを考えると語ってはいたが、様々な委員で話を聞いているようで治るかどうかも怪しくなっている。球団内でも怪我のことはトップシークレットになっているようで。